ほら勝手に球が真ん中に行っちゃう。あー手塚ゾーンだ。手塚ゾーン、ここできたか。これをやってみたかったんだ、手塚ゾーンごっこ。手塚ゾーン、ボールの回転を自在に操ること。まさか相手から俺も真ん中にしか打てない。手塚ゾーン返し、名付けて乾ゾーン。乾ゾーンか、強い。もう最悪やないかこれ。だから乾気づいてるか、俺はさっきからトップスピンとスライスを交互に打っている。何、つまりお前そろそろ腕が痺れてくる頃だろう。ああ不動明中のやつが作ったやつ。ああよく覚えてるな、イブシンジの技だ。名前忘れた。スピンとスライスを交互に打つことで相手が痺れるという意味不明な技だ。そうだ、そして越前は目怪我してから、あの時審判すごく止めてたのに今となっては全然止めないよ、血出ても。壁が破壊しても、壁が破壊しようが、タカさんが飛ばれようが関係ないからな、今の審判は。あの時の優しい審判